よくこの癖ということを申しますね。癖のないものはないと言いますね。まあ、自分で気がつきませんが、何かこの一つ二つは必ず持ち合わせがあると言いますね。よく鼻くそを丸めて丸薬の製造なんぞをしている方がある。どうも旗で見ておりまして、きれいなお癖じゃありませんね。しきりにこの丹山から鉱物を取り出して手のひらに乗っけちゃう方をぐるぐる丸めてね、丸薬にして、これ丸めただけならよろしい、これを親指の頭に乗っけて話をしている相手の顔に狙いをつけて発射したり何かして、いやこういうのはどうも大変行儀の悪い癖で、畳の毛羽をむしるなんて方もよくあります。そうそう、こっちを、はい、まあまあまあいい、こっちを、はい、どうもご無沙汰を申し上げておりまして、伺わなければならんのでございますが、どうも先だってご拝借のものも腫れ切りになっておりますので、なんとか早くご返済をいたさなければならないとは。この人だよね、どうも痛み方が少し激しいと思う。君それは困るよ、それ、お困りになるということは手前の方でも重々心得ておる。まだやってるんだ。私の言うのは、その畳の毛羽をむしられちゃ困る、おととい表ないおっさんだから。おとといお帰りになったばかり。あ、さよう。どうも新しいから骨が折れると思って。何もそんなに骨を折ってまでむしることはありませんね。高等いうお癖というよ、これはまあお若い方ではございません。まあ年を取ってくると、どうも若いやつのすることは気に入らない、なんというので小言の一つも出るというわけで、麻布の古川に家主の神戸さんという人呼んで、これを小言神戸と言います。もう朝一回り長屋のものを小言を言わないと当人が虫が収まらないという、おばあさん今帰ってきたよ。しょうがねえ、どうも小言を言う、そばから種をまくんで、さりとてこっちもお役だから言わねえわけにはいかねえから、一渡りまあ行っちゃう。おばあさん、おばあさん、なんだい、遅っぽの頃居眠りをしてやる。どういうわけでお前はその朝から居眠りをするんだよ。物をふんだんに食って薄ぼんやり座っているからいけねえんだ。汚れ物でも片付けたらいいだろ。どういうわけだろ、早くその片付けなてんだよ。食いは食いっぱなしなんだこれ。ほら裏元がバタバタ煽ってるから閉めておきなよ。いやお前は竿を買わねえからいけねえんだよ。少しの手間を惜しんで、ただ戸をつけておくから片でバタバタやるじゃねえ。想像しいから閉めちまいなてんだよ。え、戸を閉めてきたのか。閉めてきたら閉めてきたと言いやりよ。釜の蓋が曲がってるからまっすぐにしておる。見た目が悪いから言うんだよ。お前はね、どういうわけでその雑巾を使ったらそこにそのまんま放り出しておくんだ。後のすぐ役に立つように絞り出しておきゃいいだろ。少しの手間を惜しむから猫のお椀をこっちに片付けておきなよ。この猫はまたどうしてこう尻尾が長えんだろう。あけれけってもない。てめえの尻尾をてめえでぐるぐる追っかけて歩いて、いくらやったって落ち着くわけがねえじゃん。はいはい。いや誰か来たよ。はい。なんだね。家主の神戸って人はこのうちかい。家主の神戸は私んとこだ。用があったら開けて入んな、こっち。なんで、開けずに変なハガキぐらいのもんだ。じゃあ、お前なんか、家主ってな、そうだろ。この先にね、貸し屋があるんだ。あいつをね、俺は借り寄ってんだ。いくらだい、話が。なんだ。いや、なんだって、この先に貸し屋があるからあれを借りるんだよ。で、田中がいくらだって聞いてんだね。実に呆れ返った無作法なやつがあるもんね。物というものは、ちゃんと順序というものがある。借りようというんならば、あそこに貸し屋がございますが、ご善役がございましょうかと聞いて、別に、善役をしたものはない。それでは、手前に貸していただけましょうか、お貸ししてもいい。それから店賃がおいくらでございましょうかと聞くのが物が順だろう。
何だ、まだ貸すとも貸さねえとも言わねえに、やぶから棒に楽しいがいくらだいて、そんな無駄な話があるか。どうで言ったっちゃねえ、こっちはお前ねえ、わけわからねえかと言ったんだよ。じゃあ貸さねえんだよな、そのうちは。いや貸さないんじゃない、貸し屋の札が貼ってあるから貸したいんだ。だから楽しいがいくらだってんだ。実に理屈のわからねえやつだね。だから借りるんなら借りるように、物の順序を立って物を言えてんだよ。じれってえな、貸すのか貸さねえのかい、どっちなんだ。貸してもいい、貸してもいいんじゃねえか、貸してくれや、今ね困ってんだからね。貸すのはいいが、商売は何だ。商売、豆腐、え、豆腐屋だよ。豆腐屋、豆腐屋、身寄りの悪い商売だな、それ。身寄りが悪い、冗談言っちゃいけねえな、お前。豆腐屋ぐらい身寄りのいい家業はねえやね。暗いうちから起きたまま働く。暗いうちから起きようとどうしようと。一升の豆で豆腐をこさえた後、二升のクズが出るだろ。世の中にそんなわからねえ理屈があるだろ。一升の豆が、こう豆腐をこしらえた余計にまた倍になる。昔なら魔法使いだ。古いこと言ってやる。魔法使いって。いや、豆腐屋では いけないもん。いや、まあ、いけないってことはない。貸してもいい。家内は何人いる。いや、お前のうちの家族は何人いるんだって。あ、死にねえ、加賀が一人。いや、今まで二人いたのか。何、いや、女房が二人が三人いたのかと聞いてるんだ。なあ、なあ、加賀は一人に決まってるじゃねえ。決まっているもんなら何もことさらに一人と言わなくたっていい。女房があるといや、これで分かって、ねえ、一人って言うから、じゃあ他にもあるのかと言いたくなるよ。そういちいちあげやぞ、とっちゃん、もない言えねえね。加賀があるんですよ。まああれあっていい、分かった。で、ね、何か子供があるのか。ガキですか、それは一体自慢なんだ。どうもね、食い物商売でガキは出来上がっちゃうよ。こいたなくちゃないからね。らまだ、まだ一匹も知り出さない。その一言で決して棚は重ね、呆れけったもんだ。昔から子宝という、え、子というものは金銭づくでできるもんじゃない、授かり物という。その宝を捕まえにガキだってや、なんだ一匹も知り出さねえて。いや、まあ昨日今日もらった女房じゃしょうがないが、いつ一緒になった。もうかれこれ7年ぐらいになるもんね。7年、いよいよこいつはバカだよ。昔から三年剃って子なきを去るべすという例えがある。昔は三年女房にして子供ができなかったら、これは女房という価値はないというので離縁をされて女の方でグーとも言えなかったんで、それをさ、七年も一緒にいてまだ子供のできねえ加賀を大事そうに持ってやる。てめえはカラスのコブマキだ。なんでカラスのコブマキって、加賀まかれってんだよ。あきれけってもないやねん。そんなひょろひょろした神さんなんの霊をしまってね、一人になって俺の棚に越してこい。そうすれば腰が温まって子供のどっさりにできる丈夫な神さんと取り替えてやるから、看病人みたいな格は霊をしろ。何言ってんじゃねえ。おばあさん、おい、逃げなくたっていいよ。逃げるなら俺も一緒に逃げるから。本当に、うんうん、なんだ、おろろろろってよ。なんだ、なんだ、言ってやせえから、おめえ、なんだ、神田曲がるかいって言っちゃうね。かかと別れちまえ。お、家主なんてもな、夫婦喧嘩でもしたら、まあまあと言って、そこを収めるのがなんじゃねえ。それを、別れちまって、こっちはいいかかわで、何を言ってやんねえだろ、おめえ。てめえみたいなハゲ頭にな、別れちまいなんぞ言われて、へえ、されてござんすか、じゃあ別れましょうなんて、そんな安直な仲じゃねえんだ。いいか、お前さんと、もしも夫婦になれないじゃん。私は生きてるか、なんだ、泣いてよ。かかあたは、まあ、惚れられて惚れたって仲なんだ。食い物だって一つあるものは半分ずつ食う、半分のものは四半分ずつ食うだ。ちくしょうめ、枝豆なんだ三つ目減って食いにくいや、ちくしょうめ。そのかかを利用して、てめえの田中流用はもろかしねえよ、ちくしょうめ。帰れ、なんで声を出しゃん。
なんだ借りねえ、当たり前だ。こっちも貸そうとは言わねえ。何を言ってんだよ、お前。ママにあんた、どてっぱら買えぶって、トンネルこしらえで汽車とはたっこぶって、クソを食らってやれ。カッ汚ねえ野郎で。おい、ばあさん、バキザポーがあったら持ってきない。ばあさん、ふざけやがって。てめえ、あれ何なんか言ったと思ったら、ねえなくなっちまう。なんだ、逃げ足も早え。人に目つぶしをくれていきゃ、汚ねえやつがあるんだよ。それもいいが、一番指名に変なことを言いやがって。まあまあしやがる程度、どてっぱら蹴破って、トンネルこしれえて、汽車を叩き込めてやんだよ。すると、おじいさんの胸のあたりがステンションになる。何を言ってんごめんが一緒になって混ぜっけんし。はいはい。また誰か来たい。はい。少々お伺いますが、お家の主様の田中様はこちら様でございます。今度は大変丁寧な人が来た。お家の主様の田中様と来た。手前どうでございます。はいはい、ご用ならどうぞお入りください。こちらへ。初めましてお目にかかりますが、失礼でございますが、田中様でいらっしゃいました。手前は通行のものでございますが、この先に二軒半間口の結構なお借家がございまして、ご拝借を願いたいのではございますが、手前どものようなものにお貸しくださいましょうや、ご善役がございましょうか、この段を伺いたいと存じまして。そうですか、そうじゃお話もできないから、まあこちらに、おばあさん、布団を出しな、布団だい。布団だと寝る布団を出してね。どうしておめえはトンチンガンなことをするんだ。客が来て俺が寝ちまっちゃしょうがねえ。座布団だよね、この布団じゃいけないよね。そっちのを持ってくるんだ。まあまあどうぞお当てを。いや恐れ入ったね。どうもあなたはなかなか物に行き届いて、この先に二軒半間口の結構なお借家。いやどうも結構と言われるものでもないが、まあ褒めてもらって悪い心持ちのしないもんで、手前どものようなものにお貸しくださいましょうや、ご善役がございましょうか、この段を伺いたい。生優しい学問で、この段などはなかなか伺えるもんじゃない。この段だから伺う。九段なら靖国神社。お拝借が願えたらと、いや、願えたらでも地理でもね。構いませんよ。お前さんならぜひ、借りていただきたい。まあ今の時期だからね。あそこに住みたいってやつは大勢来るけれども、わけもわからねえやつに貸した日にはこっちが迷惑をするから。まあ、いまだにはあしてあげてあるが、お前さんならぜひ、お貸ししたいが、何かいご商売は、仕立て職を営んでおりまして。仕立て職を営んで。おばあさん、お茶を入れない、いい方のお茶を。恐れ入ったな。わずかな言葉で意味がピタッと通るのはうまいな。仕立て職を営むなんてのは縁があっていい言葉で、仕立て職だから営んで、小心屋なら張りなんでおりまして、なかなかいいご商売。で、ご家族は、手前に妻にせがれ下塾以上余命でございまして。おばあさん、羊羹を出しな、羊羹。お客様に出すんだよ。新しいんじゃなくても古いのがある。そっちに昭和3年のがあった。大変苦物でございます。手前に妻、いい言葉だ。妻なんてのは、さっき来たやつはかかわだってやってね、子供縛ったらまだ一匹も知り出さねえってや。けしからんやつがあるもん。子供しというものはなくてならんもん。まだお小さい。二十歳。いや子供。二十歳といや、もう子供じゃない、立派な大人。どうだその腕の方は。お得意では私よりも、せがれというご注文が。お父っつぁんより腕がいい。楽しみだな。職人は何でもこれがしっかりしていなくちゃいけません。いや結構。顔はどういうなんだ、この造作の配置は。造作。せがれは手前にあまり似ておりませんね。お前さんに似ないの。それは幸せだ。似りゃ大してよくはない。
いやまあぶつけな話がおっかさんへ似てトンビが高田亭となかなかいい治療だね。女房はどうして？まだ独身でございますが、二十歳と言っちゃ少し早いから、二三年経ってから親戚にこういう娘がある、あれならちょうど年頃でよかろうから、なんというけ、え、まだそういうものはございません。親戚になくしたって知り合いに娘があれば、あれならどうだろうぐらいな親だから、なんかないのかい、え、目当てが。まるっきり。おばあさん、お茶入れなくてもいい。ああ、いいおかんなの、切らなくてもいい。どうも、これはせっかくだがね、うちを貸すわけにいかないな。心中が持ち上がる。心中って、どういうったって、お前のせがれが年が二十歳で、男っぷりがよくって、仕事がうまくって、一人もん。そんな奴にこだれた日には物騒でしょうがない。この近辺には若い娘が大勢いるんだ。もし間違いができたらどうする。して、ワイのせがれは、ごくも堅物で、堅いと言ったってそうはいかないよ。年頃になっているんだから。なあ、おばあさん、この人のせがれが越してくるてんだから、浮気な娘があるかい。耳は遠くなっちまったな、どう。いいやさ、浮気っぽい娘だ。どこの？花屋のお金さん？ 68 じゃん。お前の友達じゃないんだよ。向こうが、古着屋に娘が、そうかいけないな、どうも。筋向こうに古着屋があったら、あそこにお花という、この界隈で評判のいい子だよ。年はいくつだありゃ？ 19。年回りが悪い。娘が19で、せがれが20歳か。19たちまち20歳酔い闇てえから、月夜の晩にくっつくな、これ。何かカニみたいなお話で。向こう前で越してくるんだから、そこは人間の挨拶。いいお天気とか、うっとしいとか、お暑いとかお寒いとかいうようなことでお互いに恋意になる。まあ、すいたらしいと、腹ん中で思い合っているうちはいいが、お前のうちで酒などを飲むことはあるか、親戚がお料理を集まります。それがいけない。酒は調子の狂うもんだ。はじめはおとなしくやっているが、どうもこのまんまじゃ浮いてこないし、芸者を呼ぶてえわけにもいかないが、向こうのお嬢さんが大変清元がうまいというが、ちょいっと三味線でも敷いていただけたら、じゃあ私が行ってまいりましょうてんで、職人がおっちょこちょいだから向こうの牛に頼みに行く。木で腹をくったようなことも言えないので、お前行ってみるかと、お父さんから言葉がかかってみた。おう、せがれのそばへ行きたくてたまらない。お婿様ならぜひやっていただきますわという、これからすっかりお化粧をして、とっときのおべべが何かに控え、お前のうちへさあさあどうぞこちらいてえやつで、これから三味線の調子があって、まあ一段となると長いから、清元はちょいとおつなところをやった後はどどいつてえやつ、どどいつは五巡てえやつで、せがれの番になって若旦那あなたも一つお歌い遊ばしてはなんてえと、てめえのせがれが嫌にはにかんでやる。固くなっちまいやがって。手前は、ドドイツは部長法でございまして。ドドイツを勧められて部長法てえな、間抜けな断り方だ。そう言われてお花が黙っていられない。こんなボコボコ三味線でお気に召さないではございましょうが、ぜひお心意気が伺いたいと来ると、お前のせがれがドドイツを歌うだろう、これ。どこいつだと歌うんだ。歌うんですかって、歌わなきゃしょうがねえじゃん。新しいのにいいのができるが、古い文句にまた捨てがたいのがある。竹ならば割ってみせたい私の心、先へ届かぬ不幸せなんてえな、古い文句だね。文化文政年度に流行ったやつ。お花が住むとってこれほど思うにもし沿われずば、実も宝の持ち腐れてなことで、お互いにいい仲になったのを知らねえで、いやどうもどどいさん陽気で面白いなんて、てめえが喜んでやる。バカやろ。あいつ、あいすいませんと謝ったってしょうがない。あくるしお前のせがれが向こうへ礼に出て、どうも昨日はいろいろお骨折りをいただきまして、あら、若旦那でございますか、今日はお父さんとおっかさんとお寺参り、私がお留守居でございますので、まあお茶でも差し上げますから、こちらへお上がりくださいましては、さようでございますが、ではちょっと失礼をさせていただ
これが第一間違って、親がいないてんだからまた伺いますと帰るのが当たり前だ。てめえのせがれはずうずうしいから上上がりこんじゃ。そういう言葉でございます。ずうずうしいて。若い者が差し向かい、いいことができる。一度はいい、二度はいいてえうちに、女は受け身てえやつ。お腹の方がポーランポーランポンポーランてんで、うん。腹がだんだん前へ出てくる。長男、長男じゃ。親の目について誰とお前こんなことを実は仕立て屋の若旦那だと蚊の鳴くような声で白状するとはいいよ。お向こう様なら私が言って何度でも話をしてやるから決してお前変な了見を出しちゃいけないよなんて。女親は甘いもんでお前のところにもらいに来る、ね、やれば物事が丸く収まるんだから、まあできたもんならしょうがないからやんな、せがれよ、おい。やれとおっしゃいますが、まだ越してまいりません。越してくるも来ないも、人の娘を傷もんにして今からどうする。やんな。元のようにむやみにやれやれとおっしゃいましても、手前どもでも一人息子でやるわけにはまいりませんで、ね、ではできましたら致し方がございませんから、先方の娘を手前の方へいただきます。何？手前の方へいただく？何を言ってや、何でも欲張っていただきゃ損がないと思ってや、お前はいただきにかかっても向こうは一人娘、手前どもは後取り、それはきり、それではきりがない、向こうはくれない、こっちはやらないってことになれば生気を割くようなことになるのがいいのか、それでよろしゅうございます。 , 笑ってやがんなかね、なんだその挨拶は、よろしゅうございます。お前はそんなことで済むが、若い者が思い切れるが、お父っつぁんやおっかさんが頑固なことをおっしゃっては、所詮この世で添えないからあの世で添いましょうてんで、ここで心中に乗る。ああ、なるほど。伺っているうちに自然心中になるんでございます。いろいろお骨折りで、何骨折りだけじゃない。ま、心中となれば幕が開く。ま伺いますが、心中は幕が開きます。いや、何も心中は幕が開きゃしないが、芝居ですると朝ぎますという濃い家主が、家主で俺が出てくる。芝居の方で家主なんてあんまりいい役者のしねえもんで、ね、長屋の者をざらざら引っ張って、まいごよーい、まいごよーい、なんてんで金魚のうんこみたいにこれがぞろぞろつながってくるてえやつ、真ん中までして、おお、何が落ちているようじゃと拾い上げるやつが白い工場、愛染める役人何々時わず何太夫と読み上げる、さあもう一回りご苦労でも回ろうではございませんが、迷子よーいと上手へ突っ込む、浅木幕を木柱でパラッと振り落とすと詐欺包みというやつ、上手の方へ太夫が並んで沖の上路にが住む、お前のせがれが出つくるんで、まあ歌舞伎でやれば若手の方がやっぱりいいな、お花の役がそうかな、菊五郎が玉三郎てえとこ、せがれの方は海老蔵か何かにやらせよ、揚げ幕が開くとお花が先に駆け出して七三で物につまずいたという思い出を見せて転ぶ、後からお前のせがれが出つくる、女と釣りの衣装で尻を端折って足におしろいをくっつけて、嫌な野郎だな。晒しの照り声でほっかぶりを、サメザエの脇出しを一本刺してスーッと出つくるが、サメザエがあるかお前のうち。サメザエと、そういうものはございませんが、払い下げのサーベルが一本ございます。サーベル、変なものを持ってやがる。大将、お前心中に行くのにサーベルを刺していく、ガチャ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 言って無視してしょうがねえ。まあしょうがねえ、サーベルを刺してるわ、いい格好じゃねえ。お花につまずいて向こうへパレッちょいと飛び越して後を振り返りやすがセリフのかかり、そこにいるのはお花じゃないか、そういうお前は名前は何て言うんですか、名を聞かなかったが、なんで
出口も奥田大門。出口も奥田大門。今時流行らねえな。相撲だって今何左衛門なんてのはないんだよ。ね、大臣お前心中でもしようてんなら色っぽい名がついて六三郎だとか半七だとか言って聞いただけでも色気がある。なんだい木田左衛門って。だしょうがない今さら特会いるわけにもいかねえ。そこにいるのはお花ざまいか。そういうお前は木田左衛門さんでなんとかだらじゃねえよ。さんでいろいろ振り事があって本舞台に光る根のいい本釣りがコーンとなりやすで今なる金はあれあれ七つ七つの金をむつきいて残る一つは未来へ見上げ覚悟は良い家庭とお花が南無阿弥陀、終始は何だお前ホッケでございます。お前は物に逆らう男だ。ありがてえだろうが心中をしようてえには陽気でしょうがねえ。覚悟は良いか。よほれげよよほれげよよほれげよときたいな。いやどうも心中はできなくなっちまう。古着は何のお印だったよおばあさん。えあそこ印だよ。ああ新音です。新音帝と音楽器はかい。あらまた長いね。ナムアミダブスと言わなくちゃ太陽が困るじゃねえ。覚悟は良いかナムアミダブスってからチンチン飲むと覚悟ってなことを言うんだ。音楽キャーとした日には困るぞこりゃ。覚悟は良いか音楽キャーベルさんのチンチン、オンガボキャベロサノーマカモダラーマニハンドマジンバラ、トラバリタヤトカクモは極めていながらも、右足だりの旦那、これじゃ、ほじきになっちまった。こうと神戸で。